毎日更新ドグチューブドグマガザメでございます。200回目記念、吉村由美さんに来ていただいております。はい、昨日よりちょっと寒いよね。いや昨日よりちょっと肌寒いですね、天候的にね。風引く。はい、まあ、ちょっと1枚羽織っただけなんですけどね。ちゃんとね、次の人に手でやっておりますけど、昨日ちょっとね、エマージェンシー的な、はい、なんかライトだった。緊急時に絶対役立つんで、まあ、いいものをあげたなって、まあ、あのね、本人だけしかそういうこと思ってないと思いますけどね。引きあるなと思います。今日はちょっとね、昨日よりいいものを出していただきたいと思います、ね、ですね。今日はね、今日何あたり、ベルトあたりは、ね、行きたいなと思いますよね。いいですね、チェ・ゲバラのベルト、はい、そしたらもうすぐここに巻いちゃう。お、巻いちゃいますか、はい、このチェ・ゲバラの、ね、ベルトね、ここのバックルの部分、はい、全部シールですからね、これ。結構当たってる。結構当たってます。ゴミばっかですから、ね、お願いしますよ、ゴミじゃない。そうでしょ、出るらしいんですよ、本当に噂によると。でもこのニコンのカメラも出る。あ、OK、全然 OK、全然。でも出たことないんですか。ないです。あ、多分これ嘘ですからね、書いてある。いいんですよ、うん、もう僕はこうやってね、お友達を呼べればいいんですよ。いやじゃあすいません、実費でいきますよ。お願いします。だってマージェンシーライト、意外とね、大型ラジコンとかも当たるんですよね。いや絶対無理ですよ、出てこないもん。ここあのなんかね、あの剣が出てくるんですって。で電話すると引き換えできるっていう。嘘、はい、あるらしい。じゃあこれ水中スクーター、水中スクーターとかさ、何のことか分かんないけど、これもいいし。だからなんかね、モヤモヤサマーズの DVD も当たるんですよ。この自販機の企画をもともとやったのもしかしたらって。でもなんかこれがなんか時代感があって、ちょっといいですね。ちょっとなんかね、この前までね、これがね、フナッシーのナッシーって書いてましたからね。そうそうそう、時代をどんどん先取りしていくというね。次来る何くんだろうか。そりゃそうですよ、次はだからもういいじゃないですか、決めましょう。花と千円の嬢とか、なんでもいいのかって。でもしかしてだけどでしょ。これ全部だから全部ぶち込んでるだけですから、ね。さあ、ゆめさん、決めてやってください。私カニ食べ行こう。行くよ。お、いいか、パッ来い。みーちゃん、行け。あ、押さなきゃいけないんだ。そうそう。さっき、昨日押したとこ、売り切れにね。あ、これ1回ずつ売り切れなんですか。嘘でしょ。そうなんです。だ、結構早めに売り切れになるんですよ、これ。じゃあここピッ。お、右上来ました。決断結構早いですね。おお、相当な重さです。姉さん。絶対ベルトは来た。絶対。何そんなメガネとかベルトを欲するんですか、あなたは。いや、なんか分かんないけど。さあ、夢の扉を開きましょう。ちょっと見ない。あ、なんかあのちょっとだけ言ってもいいですか。いいですよ。箱は四角いんですよ。で、ちょっと薄めの箱だから、まあゲーム入ってもいいかなと思う反面、ほう、私なんかこの手触り、なんとなく見たこと、見たことある気がしてならないんですけど。何の手触りなんでしょうかね。なんとなくですよ。何でしょう。ちょっと行ってみていいですか。行ってみましょう。あ、違う。来ました。皆さん恒例のホワイトボックスです。これを開けると飛び出してきますから。嘘、私よかった、エマージェンシーライトやばい、昨日と。それはある意味持ってますけどね、出たらね。そうなら、このサングラスしかねえなって。お、何が来る。え、ハイパーヨーヨー。ちょっと前に流行ったやつやったね。でも、まあ、気づいてると思いますけど、私結構ヨーヨーうまいんです。え、嘘。本当。ちょっとやってみます。本当本当本当。ハイパーヨーヨーは、ハイパーは知らないですよ、ハイパー世代じゃないから。これでも、ね、気になったんですけど、なんかもう一個入ってませんでした。嘘でしょ。本当になんかこの左の奥になんかキラキラキラ、さっきほら、あれなんか入ってない、これさっきから気になってたんですよ。全然、何これって、なんか入ってます。傘、何傘、これなんか怖い。傘、あ、何これ、誰かの忘れ物。これはすごい。ゆめさん、これはすごいですよ。すごい。ドグチューブで伝説の LED 付きスカルアンブレラ。大当たり、大当たり。大当たりですよ。大当たり。この番組的に大当たりですよ。嘘でしょ。これ一回昔出て伝説になったんですよ。こんなゴミみたいなの入れやがってって言って、なんでこれ入ってんの。分かんない、だから多分ゴミみたいだから置いていったんだよ。すげー、ここ横押して横。
すげえ、なんで入ってたの、わかんない、なんで入ってたの、すごいなこの人。いや、ハイパーヨーヨーが飛んじゃいましたね、こっちに持ってかれましたよ、ね、絶対私当てたの こっちだよね。いや、わかんない、こっちが出てたのかも、1個置いてったんかもしれない ね、いやすごい。でも当たりではないってこと、これ。いや、もうもう番組的に大当たりですよ。なんか自分持ってるなって。いや、すごいびっくりした、こんなんあんねん、なんでこんなとこにあるんだろう。じゃあちょっとね、はい、あのいいもん出たんですけど、うん、ここであのお願いがあるんですよ、はい、そうですね、あのサインしてほしくてあのこれを持ってきたんですけどこれね、私だからアメリカで見たんです。あ、そうなんですか、これ。そう、これちょっとサインをね、アメリカで売ってた。ダメ、あ、ほんとに。これあのゲームアドバンスのね、パフィー、ハイハイパフィー、アミユミっていうね、これは昔アメリカでね、なんとユミさんとアミさんがこうね、キャラクター化してアニメになってました。やべ、細い方で。ありがとうございます、ありがとうございます。やだ、ちゃんとこういう仕込みしとくあたりがね、やらしいでしょ。ね、全然サインが何も目立たない、見えない、全然見えない、太い方で、太い方で書いてくださいしてくれて、ありがとうございます。よかった、これ母発情が喜びますんで。よかった。いや、今日なんかもう。これもつけたらどうかな、雨ちょっと困るから。これ母ちゃんに、うん。母ちゃん結構見てるんですよ、これ。折りたたみ便利だから。じゃあ母ちゃんにこれプレゼントしますよ。私からもプレゼントです。ぜひ大切に使ってください。この回はいろいろごちゃごちゃしちゃいましたけど、さすがゆみさん持ってました。はい、明日ももう一回お願いできますか。明日は多分大丈夫だと思う。なんかいける気がする。せめてね、高額景品をやっぱね、出していただきたいんで。これ絶対この重さ完全高額ですよ。音からドン言ってましたね。じゃあちょっと言うか、明日もよろしくお願いします。はい、それでは皆さん明日お会いしましょう。バイバイ。パピアミユミ。チャンネル登録。